さあ続きまして特別出演2番手は岩手県立水沢農業高等学校民族舞踊部の皆さんで立石百姓踊りです。冒頭でもお話をいたしましたが、本日はビデオでのご出演となります。立石百姓踊りは東和町立石稲荷神社の例祭神事として五穀豊穣を祈願し奉納するため昭和初期に始めたものです。踊りの内容は百姓の米作りを主題に伝統的な農作業である黒塗り、田打ち、声振り、苗運び、田植え、稲刈り、脱穀、教室米運搬などの作業を写実的に振り付け、苦しい農作業を笑いで癒した農民の生活の知恵がにじみ出た踊りであります。お囃子の太鼓、笛、鐘は素朴で単調ですが、ふるさとのリズムを思い出させるような楽しいものとなっております。水沢農業高等学校民族舞踊部は今年で43年目に入ります。これからも地域に根ざした活動を楽しく一生懸命続けていきたいと、そう話しておられました。さあそれでは今年10月8日に北上市桜ホールで開催されました第43回岩手県高等学校総合文化祭共同芸能発表会での演技をご覧いただきましょう。岩手県立水沢農業高等学校民族舞踊部の皆さんで立石百姓踊りです。お願いいたします。
藤沢の音楽校の皆さん、ありがとうございました。